古くから醸造業が盛んな千葉県流山市。甲州勝沼の戦いに敗れ再起をかけた近藤はこの地に本陣を置きました。しかし慶応4年1868年4月3日不意をつかれた新選組は新政府軍に本陣を包囲されてしまいます。大使の多くは1キロほど離れた光明院に分宿しており、近藤土方は仕方なく武装解除に応じたのです。平成15年流山で発見された文書にはわずかに抗戦した後ついには降参したとあります。近藤は切腹を覚悟しますが、ここでの割腹は犬死にであると土方に説得され、大久保大和の名で出頭し新選組存続の望みを託します。10代の頃からの盟友近藤と土方、流山が今生の別れの地となりました。板橋の脇本陣に幽閉されていた近藤勇は慶応4年1868年4月25日に処刑されました。死の直前に近藤が残した言葉があります。心よく受けん電光三尺の剣、ただまさに一死をもって勲恩に報いん、本当の武士よりも武士らしく生きた生涯でした。残された妻常は夫への愛を貫き56歳で亡くなりました。近藤の死を知らされていなかった沖田総司はその安否を心配し続けながら近藤の死の2ヶ月後生涯を閉じました。原田佐之助は幕府の彰義隊に加わって上野で戦死したとも、大陸に渡り馬賊になったとも言われています。近藤と袂を分かつことになった長倉新八は新選組の慰霊碑を建て、その功績を書にまとめました。斎藤はじめは新選組を支えた会津の人々と共に生き、後に新政府の警察官となりました。島田海は剣術を教えながら新選組の屯所があった西本願寺の警備を務めました。そして土方歳三は近藤の遺志を継ぎ、およそ2000人の旧幕府軍の指揮官として北上、函館の五稜郭を目指します。土方は死の直前、写真館で田本健三に撮影を依頼、その写真を最年少の市村哲之助に託し、ふるさとの佐藤彦五郎へ戦況を伝えるよう命じます。近藤の死の翌年、土方はついに銃弾に倒れます。くしくも盟友近藤勇と同じ年齢でした。幕末の6年間を疾風のごとく駆け抜けた新選組、彼らの一途な生き方は今もなお多くの人々を魅了し続けています。